ちは、原町接骨院久松です。今回は肩こり攻略、腕の股関を伸ばせということでお話ししていきます。肩こりね、肩こりの解消法と今までね、この胸の筋肉と腕の内側を伸ばすストレッチや、この背中の横を伸ばすストレッチを、ご紹介してきました。このね、今までのここを伸ばす方法、この伸ばす方法でも取れきれない肩こりってまだあるというふうに患者様から言われました。そこで、あと1箇所伸ばすことによってより肩こりを攻略できる方法があるんですよ。どこを伸ばすかというと、それは腕の裏側、この部分、ここ上腕三頭筋という筋肉、腕のこの裏側、上腕三頭筋という筋肉なんですけども、ここを伸ばしていきます。ここを伸ばしていくことにより、より肩甲骨の位置が後ろのいい位置に引っ張られて、肩こり、首こりが解消されていきます。そのやり方を今回2種類ご紹介していきます。座ったままでできる方法と、あとは上級者編として壁を使ってやる方法、2つご紹介いたします。では上腕三頭筋を伸ばして肩こりを解消する方法、まずは初級編をご紹介します。どのようにやるか、手を上に上げてください。そして肘を曲げます。もう肘を曲げてもダランと、もう自然に曲がる状態で、無理に曲げなくてもいい、ダランとした状態でいいです。この状態にします。そして肘を掴んでください。肘を掴んだら、自分の後ろの方向に肘を押していきます。肘を掴んだら後ろに押していきます。後ろに押した状態でもう一工程、さらに今度は肘を自分の首の方に倒していきます。この感じ、真後ろに引いて首側に倒す。これをやるとこの上腕三頭筋の部分が伸びてくるのを感じるはずです。もう一回やります。肘を曲げて、そして腕を曲げて肘をつかむ。そしたらこれを真後ろに持っていく。真後ろに持ってきた状態をキープしながら頭方向に倒す。この時に体を倒さなくてもいいです。体を倒してしまうと別の筋肉が伸びてしまって、この上腕三頭筋へのテンションがかかりづらい場合がありますので、少し体を傾けるぐらいにしておいてください。これを1分やります。終わったら反対も同じようにやります。手を曲げる、そして肘を掴んだら後ろに持ってくる。後ろに持ってきたテンションを緩めずにそのまま頭方向に倒します。これを1分やります。このやり方と今までお教えした方法、この壁に使ってこの前腕の内側と胸を伸ばすストレッチ、そして、手首を掴んで上に引き上げて横に倒すストレッチを並行していただけると肩こりがより解消しやすくなります。なお今回のこの方法に関してなんですけど、もしこの上を持ち上げた時にあなたが肩が痛かった場合、その時はもうできる範囲で、もういける範囲でやっていただければいいです。痛いのはね、強引にやろうとすると変に力が入って逆効果になります。しかも脳にも攻撃されたと勘違いして別の刺激が加わってしまいますから、もう痛いくらいまでやらなくていい。自分が上がる範囲、もしくはもうこれでもう痛いようだったらこの方法はやらない方がいいです。痛くない方限定でやっていただけるといいです。この時に痛かったら絶対に無理はしないようにしてください。ということでね、初級向けのこの上腕三頭筋の伸ばし方をご紹介しました。上腕三頭筋を伸ばして肩こりを軽減する方法、今度は上級者編、今度は壁を使って行います。
このやり方、先ほどの初級者編よりもかなり高度になるのとテンションが強くかかりますので、もし、ハードすぎるなと思ったら初級編の方をやってみるといいです。やり方です。まず、肘を曲げます。そしてなるべく高いところに肘をつけてください。で、手はこの時無理に曲げるというのはダランと脱力、力を抜いていただければいいです。そしてこの状態でどうするか、この状態でお尻を出すように、後ろに持っていきます。そして下を向きます。そうすると上腕三頭筋の部分、この部分がかなり伸びていきます。この時に肩が痛かったら無理はしないようにしてください。肩が痛くない範囲でやってみるといいです。これを1分間やります。終わったら今度は反対側です。反対側も手を曲げて肘をなるべく高いところにつけます。そしてお尻を後ろに、お尻後ろにずーっと引き出していきます。そして下を向きます。これも1分間やってみましょう。この時に呼吸なんですけども、ゆっくりゆっくり呼吸してください。息を止めるのも良くないし、呼吸を速くするのも良くない。ゆっくり呼吸する方がより効果が高まります。こちらも同じように1分間やりましょう。これを左右やることにより、この上腕三頭筋の緊張が取れて、より肩こりが改善しやすくなります。どうでしたか、この上腕三頭筋を伸ばすやり方。もしかしたらきつかったかもしれません。必ずきつくない範囲で、そして上げた時に肩が痛かったら痛いのは無理しないで、無理しないでやってみてください。それにプラスして今までお教えしてきた、肩こりの改善方法、この前腕の内側と胸の筋肉を伸ばしたり、両背中の横の筋肉ですね、肘を伸ばして手のひらを外に向けて、そして手首を上に引っ張ってそのまま横に倒す、もう並行してこれ第3の肩こり解消法として、この上腕三頭筋のストレッチをやってみていただけると、あなたの頑固な肩こり首こりを、攻略していくことができるはずです。またもしあなたが肩こりや首こりでどうしても自分でも改善しきれない場合、その時は、専門家の手に任せた方がいい場合もあります。もしあなたが信用できる治療科の先生がいたら、その方に、しっかり施術していただいて、その上で、今回のセルフケアやっていただけると、より肩こり首こりが攻略できるはずです。また私も自律神経を整えることによって、こういった肩こり首こりを改善させていくお手伝いさせていただいております。もし私の整体方法に興味がおありでしたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。また、調子が悪くて外が出れない方や、遠方にお住まいで目黒区まで来れない場合、自宅でできるオンライン整体の方法も私開発しましたので、そういった方もぜひご相談ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。